プレゼンツ出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠とレンでお送りします。はい、はい、前回ねちょっとあの映画の出会いは奇跡のお話をちょっとね2人であのさせていただきましたけれども、うん、はい、あの今回からあのご出演いただきました、ね、方々にあのゲストとしてお呼びしております。はい、はい、今日は、はい、はい、ではそれではあの、うん、役者様が、まあ、これから何回、ね、週一であのご挨拶とか対談していくんですけど、はい、トップバッターは、うん、根本真子役をしました、はい、岩見りなちゃんです。よろしくお願いします。あのなんかね本当この屏風というかすごい厳かな感じで今ドーンとあのこの真ん中にねいらっしゃいます。あの新潟生まれのね岩見りなちゃんです。あの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず簡単に軽く自己紹介をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、岩見里奈と申します。新潟県の佐渡島出身です。得意なことは佐渡の伝統芸能の佐渡民話だったりとか鬼太鼓と、乗馬や素潜りなんかが得意です。趣味はあの五感を使った散歩をすることと、うん、映画鑑賞、それから、髪型舞いと、うん、なんだろうな、あの地域猫の野良猫ウォッチングをよくやってます。野良猫ウォッチング、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、新潟県佐渡島、まあそちらのご出身で、まあ住まれていたということもあるんですけど、私はちょっと佐渡島に行きたくて行けなかったんですけど、全国いろいろ回ってはいたんですけど、あの先ほどおっしゃいましたけど、素潜りが好きというかされてたんですか？そうですね、島なので、あの普通に夏になったらもずくを取ったりとか、なるほど、あの自分で潜って取って、まあ食料ですね。食料で泳ぐっていう目的も一つですけど、まあ量ですね。量ですね、なるほど。一応オープンウォーターのあのダイビングの資格も取ったんですけど、うん、やっぱりあの素潜りが一番もうダイビングするよりも もう素潜りの方が好きなんですね。潜ってられるんですかね。でもそんなには潜ってられないんですよ、うん、4-5 メーターは普通に行けるんですけど、すごい、水圧がかかってくるので、そんなに長くは潜れないんですね、うん、まあ、最長でも1分ぐらいじゃないですかね。結構苦しくなっちゃうんで、まあ、なるほど、パッと取ってみたいな。あと乗馬もされてたんですね。乗馬はそうですね、なかなかこう日本だと高いので体験乗馬とか、うん、そういうのしかできないんですけど、うん、もう何年だ、2016年までオーストラリアに住んでたので、その時にウェスタンの乗馬で、うん、まあ、向こうは完全に自己責任の国なので、うんうんうん、あの落ちて死んでも、まあ、そういう面積も一緒だったので、ね、もうバンバン乗れるの で、あの日本人の観光客を案内するところで、うん、あのガイドでこう働いてたので、その合間に乗ってました。なんか本当ね、幅広い経験をね、うん、あの感じます。オーストラリアどこに行かれてたんですか？2016年の1年目がゴールドコーストのブロードビーチとラナウェイベイっていうところに行って、2年目はケアンズに移りましたね。ああ、なるほど。あの私ちなみにロットネスト島に1回行ったことあります。まあバースからこうちょっと行ったところで、ね、いいですね、インド洋で。そうですよね、クジラが見える。あの本当にあの一番最初といいますか、まあ、結構早い時に、ね、あのご連絡いただいて、出会いは奇跡のオーディションを
見つけていただいて本当ありがとうございました。あの最初ですね、ものすごいあのちょっと経歴があったり、一番最初もうパッとこのもうねお写真があるんですけど、パッと見た瞬間にあのまあ根本真子にあの話をする前にですね、あもう主役かなともう思ってまして、ね、ちょっと報告させてもらったんですけど、あ根本真子さんどうでした、私が一番最初覚えてますよね、はい、こういう人いましたよって似てますよみたいな、ねえちょっとねもうなんかもうりなちゃんには、ね、とてもあの失礼なんですけどね、なんかちょっとなんとなく雰囲気が似てるよみたいな感じで、うん、なんかあの言われて、うん、実際ちょっと私もプロフィールとか拝見させていただいたんですけれども、うん、ね、もうとっても素敵な方がね、そう、ね、そうもうすごく嬉しかったです、うんうん、で対面でお会いして、あやっぱりそうでした、うん、まあね、全部が全部100一緒ではないんですけど、違う部分もまああるんですけど、はい、まあ良かったです、本当、ね、やっていただいてありがとうございます、うん、本当に奇跡の出会いでしたあのりなちゃんはどうでした、出会いは奇跡 あのパッとあの発見していただいてオーディション生連絡された時の印象といいますか、連絡した時ですか、はい、一番最初ですね、そうですね、あの一番最初にすぐにもう主役候補ですみたいな感じだったので、うん、あのまあ、正直私でいいのかなみたいな、何でしょうね、自分としてはそんなあの大した経歴は持っていないので、うん、あのいいのかなっていうのが一番最初に思った、そうなんですね、はい、結構ありますよ経歴は、うんうん、よかったです本当、ね、あの新潟からあの主役が来たと、まあね、連絡した記憶があるので、そうですね、佐渡はもう18で出ちゃったんですけどね、うん、そうだ出身地がねあのいろんな現場をあのやっぱりご覧になったりされて舞台とかね映画とかいろいろ、まあ、慣れたとかされてると思うんですけど、出会いは奇跡はあのそのどうでした、最初現場というかあの、まあ、私たちに出会う前とその後の実際入った時の雰囲気とか、まあ、ビフォーアフターみたいな感想を少しいただけますか最初こう思ったけどこうだったとか撮影自体はそうですね、やっぱりあのレンさんや真子さんも、ね、初めての経験だっておっしゃってたので、そうそうそう、やっぱりこうあの見てきた現場とはやっぱ違いましたけれども、どういう風に撮っていくのかなっていうところをこう結構たくさんのキャストがいたじゃないですか。いましたね。はい、で、結構パッと、OK って、OK がもう本当に即 OK だったので、これをどう編集で組み合わされていくのだろうかっていうことを想像しながら、撮影していた感じですかね。で、自分自身が一番、今のって大丈夫だったかなってすごい、毎回。ああ、なるほど、なるほど。あの2ヶ月かかって編集してまいりますよろしくお願いします。9月10日なんですけどねあの普段の今の活動とちょっと PR をしていただきたいんですけど、はい、はい、普段は今はフリーランスで女優業を本筋に、うん、たまに歌手で歌ったりとか、うん、三輪の方はどちらかと言ったらライフワークで自分でこうやってる形で、たまにこうイベントとして呼んでいただいたりとか、うん、自分でやったりとかしている感じですが、まあ、経歴としては主に舞台が多かったですね、うん、でそこにまあ映像関係、まあ、ドラマだったり映画だったりとか、まあ、ここ最近だとウェブ関係の映像のお仕事の方が多いですね、はい、なるほどですね、りなちゃんは今もうフリーでやってらっしゃって、はい、ホームページとか SNS は何を活用されてるんでしたっけ、Facebook がメインで、うん、で Instagram と Twitter と YouTube は庭の方の配信でやってます。あ、なるほど、じゃあそれを皆さんに見ていただきたいと思うので、ラジオの方はラジオを今聞いてらっしゃる方はあの岩見里奈さんで一応検索して出てくるんですかね、出てきますね、はい、
で、はい、でラジオの方は一旦その FM 技能湾の YouTube をちょっとご覧になっていただいて、この可愛い的なねリナちゃんを見ていただいて、こちらの方にあの QR がありますので、これあの見てもらえませんかって感じです。見てもらえます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろとね活動していらっしゃるので、あのよかったらお仕事を本当にねたくさんいただきたいと思います。あの新潟を出られて今埼玉の方にいらっしゃるんですよね。そうですね。もう埼玉長いんですか。まあ、埼玉だったり東京だったりなんですけど、ここはそうですね、2016年に帰国してからずっといる感じですね。2016年から6年間ですね。そうですね、その今後の行く先というか、あのちょっとここ皆さん聞いていらっしゃる皆さんにこういう形に なりたいっていうのをちょっと言っていてもらえます？はい。やりたい姿、うん。そうですね。今後の行き先、まあ、第一に日本だったらやっぱり NHK の大河と朝ドラに出たいっていうところが、まあ、役者をやり始めてからずっと持ってるところで、うん、ちょっと NHK は事務所に所属してないといけない、まあ、そもそもが出演できないっていうところがあるんですけど、うん、まあ、それ踏まえてやっぱり役付きでエキストラとかではなくてきちんとしたあの役付きでやっぱりこう出て、それをやっぱり佐渡にいる祖母だったりとか、あの佐渡の人たちにまずは見ていただきたいっていうところが、あ、それね確かに喜びますね。そういう風になるとね、そう、舞台なかなかそうあっちから出てきて見てもらうっていうのは難しいので、やっぱりこう小さい頃から時代劇を見て、家族とその時代劇を見て育ってきたところ、うん、ここに出たいっていう出てることがやっぱり喜んでもらえること、まずはそこを通って、いずれはこうあのおがましいんですけど、あの日本を代表する女優になりたいなっていうふうに、やっぱり世界を いろんなところに行きたいので、そこでこの日本人面白いなって思っていただけるような、あの個性派の女優になりたいなっていうふうになるほどですね。伺っていてよかったです。すごい、やっぱりねすごいですね、しっかりとね、あの ビジョンというか明確にある、行きたいですねそこにね。はい、多分そこに行った時は忘れないでくださいね。あれ誰でしたっけ。あの人猫シナモンです。忘れません。あのなんかパッと今思いつきなんですけど、ご自分で何かそういうなんていうの、その舞台もそうですけど、ご自分でなんか作るっていうのも考えたことあります？そのコンテンツそのものが。あります。それもなんか楽しそうですよね。もうプロデュース、プロデュースみたいな感じで。ね。それもなんか。でやったこともあります。歌の方で。なるほど、歌の方でね。佐渡で。なるほど。佐渡で。はい。一個ね、ちょっと今ね、降りてきましたよ。降りてきました。1個降りてきたんですけど、これたあのちょっとラジオで言えないので、これ対談終わってからお話しますので。根本真子役をリナさんにしていただいたんですけど、あの根本真子に実際会ってみて、まあ5日間でしたけど、またねちょっと違うキャラクターというか、まあタイプにはなるんですけど、どう感じました、リナちゃんからは。なんですか。はい、いや本当に、まあ、演じるっていう上でずっとこうマクソンを見させていただいたんですけど、はい、3日4日目の時に対談じゃなくて講話じゃないですか。研修講話、はい、講話したじゃないですか。その時に少しマコさんのことを昔知る方が、眞子さんがすごい変わったっていうふうにおっしゃってたのを見たときに、
やっぱりこう描かれている脚本で台本で描かれている最初の頃のマコさんと今も見てる私のマコさん、目の前にマコさんちょっとやっぱり違うんだなっていうのを感じて、その最初に演じる前に思ったのが、実際マコさんとお会いすると結構早口で喋るし本当別に言いたいことは言ってるようだし、よく笑うしと思って、その優しさみたいなものを溢れ出てるんですけど怖いとかそういう感情は一切こうよく分からなかったんですよね。湧いてうちのうちに湧いてるものがよく見てても分からなかったんですけど、あの子で周りの人がそう言ってたのを聞いて、そのお二人を見た時と、あと私が眞子さんに花束を渡した時の、うん、眞子さんを見た時に、あ、これが多分最初の頃の眞子さんだっていう風に最初の頃なんですけど見えてなかった眞子さんが見えた気がして、それで次の日の演技が変わりました。あー、なるほど、それはすごい良かったですね。すごい良かった、うん、あ、そう、これが見たかったじゃないんですけどこれだこれだ、うん、本当ね、もう一生懸命私のことをね本当感謝していただいてで、なかなか本当ね今おっしゃってみたい、あのおっしゃってくださったみたいに、そうそう、ちょっとやっぱし3人で一緒にしますか、そうそう私の私がやっぱり見えない、なかなか見えないっていうことをね皆さんが言われてたんで、こうやってそこをあの私が、ね、説明したりね、なんかこう表現したりしたらいいのかなっていうのもちょっと私もちょっと悩みどころではあったんですけども、でもね、あの実際にね本当にあの一生懸命皆さんが私を演じてくださったのを見て、うん、すごいなんか私も感動して、はい、感動した感極まってものすごいことになりましたよねちょっとあのそのあこのこのあそうかこそれについては、うん、ラジオでは流れないですもんね。そうですね、それはな、映画でも流れないですもんね、そこはねどこかで流したいなあ、だけどあれはあの本人はちょっと恥ずかしいかもしれないですけど、肩から見ると美しいですよ美しい肖像画にあの なると、あの モナリザではないんですけどなると思いますあのちなみにすいません、あの30秒でいいので僕の印象どうでした10秒でもいいです10秒レイさんは30秒30秒そうですね、まあ、最初出会った時はやっぱり気さくな方だなって、おしゃれで気さくな方だなっていう印象が強かったんですけど、その好き嫌いがはっきりしてるっていう風なのがやっぱこうだんだん一緒にいるうちになんかそのわかるみたいなことを今先をこう見ながら考えてて、今ここで話してることもこっちで話してるからこっちの人たちがついていけてない時があったりとかなんかそういうのが見えてね、なんかなんて言うんでしょうあと思ったのは結構出たがりだなと思います出たがり出たがで自分が出たいタイプの方だなっていう私たちみたいなあの、うんうん、出る側の表に出る側の人で、うんうん、ああなるほど、裏方スタッフさんとか裏方でやるよりも毎回なんかちょっとやっぱり出たいんだってなっていうのがすごい感じましたああなるほど、あの僕は確かにたくさん話していただいてありがとうございましたこの尺の中であの役者として出たいという家は なんかちょっと仕掛けたいというのが多分そうですバレましたね。そうそう、特にあのライブのシーンがね、あのちょっとそうだったんですけど、まあ音楽すごい好きなんで、まあちょっと今回あの根本真子の映画なんで、もう僕の話はここで終わります。このラジオの中ではちょっと時間があれなんで、あの出会いは奇跡のあのもう28あるシーンの中で。26が全部、まあ、根本真子のシーンになるんですけど、まあ、これをちょっとあの待ち望んでいらっしゃる方が今もうどんどん進めているんですけど、まあ、そういう方にりなちゃんの方から一言、あのまだ編集出来上がってませんけど、ちょっと何かあのいただければ一言いただければと思います。はい、真子さんの
そのまだ人生まだまだかもしれないんですけど、うん、この下積み時代っていうところで何が伝えたかったのかなっていうところがやっぱりこう女優として一番伝えたいところでもあったんですけど、私が感じたのはやっぱりこう真子さんの内なるものっていうのはすごく豊富で豊かで、それが絵にあふれ出てて、絵が人をつないでくれたって、イラストが人と人をつないでくれたっていうふうにおっしゃってたんですけど、まさにその通りだなって感じてて、で辛いことだったりとか起きたことをその表面的に見えてることではなくて、真子さんのこの絵を通して何があふれ出てきているのかっていうところを、うん、ね、実際の映像が流れたりもするんですよね。そういうところを見ながら見ていただくと、あの目には見えない本当の真子さんの内なるものっていうのを感じていただけるのではないのかなっていうふうに思います。私自身は演じているにあたって一番強く感じたこう諦めないっていうところと、信じる、自分を信じるっていうこと、イコールそれが真子さんは夢っていうところもすごい大きいんだなっていう、あの今回演じた部分に関しては思ったので、そこが子どもたちに、あの子どもたちだったりとか、まあ、立ち止まっている人たちに対してなんか心の扉をノックできるようなものになればいいなというふうに思って演じさせていただけましたので、ぜひイラストとともにその本当の真子さんと、演じさせていただいた私をこう聞いていただければなというふうに感じました。根本真子さん、 まとまってみましたね。ね、素敵。素晴らしいです。ねえ。はい。もう、はい、言葉がない。そこに一つ、二つぐらい言葉。言葉に言い合われはせないことってことですかね。そうですね。もう本当、もう私本当なんかもう語彙力もないし、なんか表現がね、うん、もうちょっと下手くそなので申し訳ないんですけども、本当にね、うん、はい、皆さんにそうやって見ていただければ、はい、ありがたいです。もう、うん、本当にもう素敵なメッセージをいただきました。ありがとうございます。うん、また感極まりますね、本当ね、はい、そこに何かなくていいですか、こう飲むものは大丈夫ですか。今は大丈夫。今は大丈夫なんですね。あのなんか青のりとかこう飲むものとか。おのり、なんだ。いや本当ね、あの出会いは奇跡が9月10日から始まりますけど、まあそれまでに毎週毎週役者さんのあの一言ですとか対談ですとか、根本真子さんこうでしたとか、うん、僕はなんかうるさかったとか、まあ、いろんな方が出ていくので毎週毎週ですね、あの皆さん本当よければあの、ね、うん、FM 宜野湾の出会いは奇跡の番組、あの番組名も出会いは奇跡なので、ね、映画名も出会いは奇跡、はい、で最後のただ音楽のタイトルも出会いは奇跡って言います。出会いは奇跡だらけです。そう、奇跡だらけです。なのでちょっとあのまた皆さん、まあ主人公でね、あの訳していただいた伊丹里奈さんでしたので、ちょっとよろしくお願いして最後に締めてください。はい、もう今日も本当に素敵な出会いをね、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。伊丹里奈さんでした。はい、お疲れ様で、皆さんありがとうございます。はい、空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が
あふれるよね空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから虹が出るよどんな闇でも必ず明けるよ希望と夢を